ラスベガス、ラスベガスはアメリカ合衆国ネバダ州南部にある都市、同州最大の都市である。ラスベガスはアメリカ東海岸ニュージャージー州アトランティックシティと並んでカジノなどのギャンブルで有名である。また、ラスベガスを含むネバダ州は法人税や個人所得税等がない上に他の税金も非常に税率が低いためシティグループを はじめ大企業が進出していることでも知られる。ラスベガスは1820年代後半、ソルトレークシティからカリフォルニアを目指すモルモン京都によって発見された。ネバダ砂漠の中にあってこの付近はくぼんだ地形となっており、オアシスとなっていた。ベガとはスペイン語で、肥沃な土地を意味する女性名詞で、ラスベガスはその複数形である。これに女性抵観し、 複数形をつけて、ラス・ラスベガスとなり、それが固有名詞となった。1840年代以末に、現在のカリフォルニア州で金が発見され、ゴールドラッシュが起こると、カリフォルニアに向かう砂漠の中の貴重な中継地点として定住するものが現れた。1905年、ユニオンパシフィック鉄道の開通に伴って、水の瓶の良いラスベガスは、 蒸気機関車の給水地となり、現在のダウンタウンに駅が作られた。近郊ブームも去った頃、1929年の株式大暴落に橋を発した大恐慌が起こり、差したる産業のないネバダ州では、税収確保のため1931年3月19日に土博を合法化した。1931年に近郊、町の南東4 8トルにフーバーダムが、 着工され、ルーズベルト大統領のニューディール政策の時代の1936年に完成した。労働者の流入と安価な電力の供給で街は大きく発展した。1940年代に入るとダムから得られる豊富な電力を利用して第二次世界大戦中にはネバダ砂漠に軍事基地や各実験場、ネバダ各実験場が続々と建設され、 その関係者が町に住むようになった。第二次世界大戦終結後の1946年に、ベンジャミン・シーゲル、バグジーとして知られるが、フラミンゴホテルを建設し、カジノが収益を上げることがわかると、マフィアが続々とホテルを建設するようになり、それらのホテルは同時に、集客のために、フランク・シナトラや、サミー・デイビス・ジュニア、リベラー・チェなどのショーを定期的に行うようになった。 町の建設資金は大半をモルモン京都が融資した。しかし1960年代後半頃から当局の取り締まりが厳しくなるにつれ、マフィアは次々とホテルの経営権を手放すようになり、合法的な不動産会社やホテルチェーン、ハワード・ヒューズのような大富豪などがこれらのホテルやカジノの経営権を引き継いだ。その後も資金融資などの形で、 限定的なマフィアの介入はあったが、ゲーミングライセンス、カジノ解説、運営の権利を定める一連の州法などの厳格化に伴いその影響力は前減し、1990年代にはほぼ払拭されたと考えられている。それに伴って、陶器ブームが起こり、より広い土地が必要となったこともあって市街は南方に大きく拡張した。そして、 1980年代の末頃から巨大テーマホテルブームが起こり現在に至っている。また、この頃より各ホテルの広大な敷地を使ってのコンベンションなどが多数開かれるようになった。なお、客室数ベースで世界の12大ホテルのうち11軒がラスベガス地区に存在する。ホテルが多い理由の一つとして一定規模以上のカジノの建設は 客室数200室以上のホテルの付帯施設としてか認可されないことが挙げられる。ラスベガスは北緯36度11分39秒、成形115度13分19秒に位置している。アメリカが州国統計局によると、この都市は総面積 293.6km である。このうち2 9 3 5トルが陸地で0 1トルが 水地域である。総面積の0.04%が水地域となっている。山に囲まれたネバダ砂漠の中の盆地に市街地が広がっている。北西に約 105km の距離にはネバダ核実験場がある。行政的にはラスベガス市は現在ダウンタウンと呼ばれる地域一帯のみで一般にラスベガスとして知られているのはラスベガス市を含むクラーク群。 ラスベガス都市圏である。欠片の気候区分では、砂漠気候、BWH に属する。夏は暑く、日中の気温は、摂氏40度を超えるが、湿度10%以下と非常に乾燥しているので、それほど不快ではない。一方、冬は、冷え込みが強く、気温が、氷点下を記録する日もある。2000年現在の国勢調査で、この都市は、 人口478,434人、176,750世帯及び117,538家族が暮らしている。人口密度は 1,630.3km である。649.9km の平均的な密度に1 9百7 2 4件の住宅建っている。この都市の人種的な構成は、 白人69.86%、アフリカン・アメリカン10.36%、先住民0.75%、アジア4.78%、太平洋諸島系0.45%、その他の人種9.75%及び根結4.05%である。人口の23.61%はヒスパニック、またはラテン系である。 この都市内の住民は25.9%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が8.8%、25歳以上44歳以下が32.0%、45歳以上64歳以下が21.7%、及び65歳以上が11.6%に渡っている。中央値年齢は34歳である。 女性100人ごとに対して男性は103.3人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は102.5人である。この都市の世帯ごとの平均的な収入は44,069ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は54,065ベイドルである。男性は35,511ベイドルに対して、女性は27,554ベイドルの 平均的な収入がある。この都市の一人当たりの収入、パーキャピタインカムは22,060ベードルである。人口の11.9%及び家族の8.6%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の15.4%及び65歳以上の8.3%は貧困線以下の生活を送っている。ラスベガスの主要産業はカジノであり。 これが大きな観光資源となっている。ホテルのほとんどにカジノが併設されているだけでなく、空港ターミナル内にもスロットマシンが設置されており、24時間営業を行っている。それに伴って24時間営業のレストランなどもほぼ全てのホテルに存在し、眠らない街と呼ばれている。テーブルゲームでは、ブラックジャック、クラップス、ルーレット、バカラ、ポーカーなど、 マシンゲームでは、スロットマシン、ビデオポーカー、ビデオ機能など、その他にスポーツブック、スポーツベッティング、機能などである。なお長い間カジノの売り上げ世界一であったが、2006年にマカオ、中華人民共和国の特別行政区に世界一の座を譲り渡した。ラスベガス市内は、ホテルが密集するアメリカにおける、ホテルの激戦地区である。 ほとんどのホテルにはカジノが併設され、宿泊料金が低く設定されてきたが、近年は脱カジノ戦略により、大きなホールやサーカス専用劇場などを併設、部屋自体のクオリティの向上のため、宿泊料金は高くなる傾向がある。カジノの集客のため、各ホテルで様々な賞が開かれている。ヘッドライナー賞と呼ばれる有名歌手のコンサートは、古くは、 フランク・シナトラや、エルビス・プレスリー、リベラーチェ、最近では、セリーヌ・ディオン、2007年12月15日をもって、終了、エルトン・ジョン、ベット・ミドラーが、定期公演を行っている。プリンスは貸し切りという特殊な形で毎週末ライブを、行った、2006年4月終了。また、近年ブロードウェイでヒットした、ミュージカルなども公演されており、ノートルダム・ド・パリ、シカゴ、 ブルーマングループ、マンマミーア等が過去上演され、あるいは上演中である。2009年現在、シルク・テゥ・ソレイがサーカスを発展させた新しいタイプのショーを複数並行して公演しており、人気を集めている。その他アクロバットを売り物にしたショー、各種のマジックショー、プロダクションショーと呼ばれる、レビュー形式のショーや、スタンダップコメディ漫談なども盛んである。 ラスベガスで公演することはエンターテイナーとして一種のステータスとみなされることが多い。各ホテル屋外あるいは屋内で様々なアトラクションが行われている。有料のアトラクションについては以前は集客のため安価に設定されることが多かったが近年客層の変化、ギャンブルをしない客の増加のためか料金が高騰する傾向にある。その一方で ベラージュオホテルの噴水ショー、ミラージュホテルの火山のアトラクション、トレジャーアイランドのサイレンズ・オブ・ T ・アイなど無料で観覧できる上質なアトラクションも数多く存在する。その他にもラスベガス・ヒルトンのスター・トレック・ジ・エクスペリエンス、2008年9月に終了などのような有料のアトラクションも多い。また格闘技系スポーツイベントも頻繁に行われ、 ボクシングの世界タイトルマッチや総合格闘技のユフックは特に人気で1万人規模の観客を集める。2005年10月には大相撲の巡業が行われたこともある。1999年からはボディビルの世界大会ミスターオリンピアが毎年ここで行われ、単にボディビルだけでなく多くの格闘、総合格闘技などフィットネスなどの広いジャンルの客層を呼び込んでいる。 書きコンベンションも参照。ラスベガスには結婚式場、あるいは結婚式のみを行うための教会が数多く存在し、中にはドライブスルー式や24時間営業のところもある。この街はウェディングキャピタル・オブ・ティー・ワールドを標榜している。要因として、ネバダ州は婚姻の手続き、及び離婚の手続きが簡単なことが挙げられ、アメリカの他州の多くで求められる。 血液検査や婚姻許可前の最高期間もない。ただし、本人であることと年齢を証明するため、政府機関発行の写真付き身分証明書、運転免許証、パスポート、軍の ID カードなどが必要である。また、ネバダ州では、同性結婚は認められておらず、男女とも18歳以上でなければ結婚できない。近郊では、 フーバーダム及びそのダム湖であるミード湖の観光が盛んである。レッドロックキャニオン、デスバレーも近い。また、近郊といっても500キロメートルまり離れているが、グランドキャニオン、モーニュメントバレー、ザイオン国立公園、ブラックキャニオン、パウエル湖などへは、ラスベガスからのツアーで行くことが一般的である。さらに、ヨセミテ国立公園へのツアーなども存在する。近年、 コンベンション、大規模展示会、日本史の誘致が盛んであり、毎月のように数万人規模のものがスケジュールされている。中でも、通常換算期となる6月、11月頃は、特に大規模なコンベンションがほぼ週末ごとに開かれる。コンベンションの主催者にとって、参加者数をいかに増やすかが課題であり、コンベンション以外にも、娯楽の多いラスベガスは、 参加者にとって、ひいてはコンベンション主催者にとって、魅力的な開催地となっていることがその背景にある。上記のボディビル世界大会ミスターオリンピアが、ラスベガスで行われるようになってからは、それに準ずるコンベンションも毎年9月か10月に開催されており、単に、ボディビルだけでなく、フィットネス系の大規模な展示会として、多くの人がこれと大会を目当てに訪れる。 会場としては、ラスベガスコンベンションセンター、LVCC、サンズコンベンションセンター、SCC が大きいが、大きなホテルの中には自前で施設を持つものも少なくない。長らくラスベガスには、北米四大プロスポーツリーグのチームは存在しなかったが、2017から2018シーズンより NHL にベガスゴールデンナイツが参入した。このか。 キャッシュマンフィールドを本拠地とするマイナーリーグのラスベガスフィフティィテワンズがある。ボクシングの世界戦や総合格闘技ユフックの本拠地となっている。ラスベガス郊外のパラダイスにあり、各ホテルへのアクセスが良いこと、そして空港内の随所にスロットマシンが置かれていることでも知られている。アメリカン航空やサウスウエスト航空、デルタ航空やユナイテッド航空などの大手航空会社と、 カナダ、メキシコ、韓国、イギリス及びドイツへの国際線が主に使用している。日本からのアクセスとしては1998年に日本航空とノースウェスト航空がそれぞれナルタ国際空港マッカラン国際空港間にノンストップ便の運航を開始した。しかしノースウェスト航空は2001年3月で撤退、日本航空も 同年9月のアメリカ同時多発テロ以降、毎日運行していた本数を週3本に減便し、2006年9月限りで撤退した。現在はロサンゼルス国際空港、サンフランシスコ国際空港あるいはポートランド国際空港などで国内線に乗り継いでラスベガスに入るのが一般的である。ラスベガス市外にあり、グランドキャニオンへの観光飛行を行う。 シーニック航空が主に利用するほか、自家用機も多く利用する。ラスベガス市内より車で15分ほど北へ行ったところにある。ビジョン航空が1日数本、グランドキャニオンへのツアーを再行しており、その他多くの自家用機が発着している。鉄道のアムトラックは、1997年にラスベガス駅の旅客取扱いを廃止した。ラスベガスモノレールが、 ラスベガスストリップの東側のホテルを結んでいる。将来マッカラン国際空港とダウンタウンまで延長される予定。高速バスのグレーハウンドは、ロサンゼルスとの間に14往復。所要時間6から7時間程度が運行されている。ものの、ロサンゼルス側の停留所は、比較的治安の悪い場所にある。特に夜間。 なお、ロサンゼルスから車で5時間程度の距離にあることから、ロサンゼルスやサンフランシスコからは、自家用車、もしくはレンタカーで行くことも可能である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。